アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のために一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年5月13日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、2023年 X リーググリーンボールチャレンジジュニアトーナメント、その3試合目となります。ショーウェイブレザーズ対リードエフォートエールズの一戦が間もなく行われます。試合開始15時20分キックオフ予定です。本日の MK タクシーフィールドエキスポは午前中非常に快晴ではありましたが、午後から天候を崩れてまいりまして、現在小雨降る状況になっております。風雨ある状況ですが、果たしてこの天候が両チームにどのような結果をもたらすことになるでしょうか。その中行われますこの一戦は両チームともに X3 のチームという形になっております。どちらが上がりましても X2 への挑戦権を決めた戦いが次に行われます。その意味におきましては X3 を代表する形でこの試合に挑まんとしております。下位にありましても、しかしこのジュニアトーナメントにおきましてはともに上位に進出する可能性を秘めた大会になっております。ここでもちましてその実力を今の地位に関係なく発揮することができる、その成果を残すことができるのは果たしてどちらになりますでしょうか、あるいは他のチームになるでしょうか。現在それぞれこの天候の中ウォームアップ整いまして、まもなく試合開始の準備に入ります。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に本日ホームスタンドのホームチームとして陣取りますのが、カラーのユニフォームブルーをまとっていますショーウェイブレザーズ。昨シーズン非常に好成績を挙げまして悲願の X3 優勝を遂げました。入れ替え戦におきましては途中まで非常に善戦しておりましたが、しかし優勝候補の一角にもあります大阪ガスの猛攻に遭いまして、無念にもその昇格ならず X3 に今季も甘んずる形になっております。しかし今季も X3 最有力の優勝候補、そして今季こそは X2 昇格を果たさんと願っているチームでもあります。翔英はしかも歴史は長く、1990年代には社会人リーグ、現在の X1 に相当するリーグにおきにも所属していたチームです。歴史あるチームがついに復活を遂げんとする、その有役するべき年にしようとしておる、その一戦目になります。対しましてその反対側に陣取り、本日はビジターチームとなりホワイトのユニフォームをまとっているのがリードエフォートエールズです。こちらは新興チームで、まだできて創部してもまだ4年ほどしか経っていない新興チームです。メンバーも若く非常に活気あふれるチームです。一昨年そのチームがまさに自分たちの存在をかけんと必死になり優勝を果たしました。しかしその勢いと反動によっての昇格はならず、昨シーズンはその反動から非常に苦しい状況に陥りました。しかしその状況にあって再建期にあってもなお優勝争いの一角に食い込み、その力量実力ともに決して侮ってはいけないチームであることを昨シーズン証明しました。今季その変遷の中で築き上げました力を真の力に変えるべく、この2023春ジュニアトーナメントに挑んでおります。文字通りエールズにとっては一昨年優勝したチーム、そして昨年優勝したチームに挑むという格好になります。真の X3 の頂点は我にあらんと両雄がこの場で戦いを挑まんとする、そういう一戦になるかと思われます。この両雄による一戦が間もなく行われます。
待たせいたしました。本日は MK スタクシーフィールドエキスポにご来場いただきまして誠にありがとうございます。NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2023グリーンボールジュニアトーナメント2回戦、本日の第3試合、ショエブレイザーズ対リードエフォートエールズの試合を行います。令和5年5月13日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエクスポにて、2023X リーググリーンボールチャレンジジュニアトーナメント、両チームのキャプテン、本日の3試合目になります。ショーエーブルダーズ対リードエフォートエールズの一戦が行われております。ただいま試合開始に立ちまして、コイントスが行われております。メインスタンド側、ブルーのユニフォームがショーエーブルダーズ、バックスタンド側、ホワイトのユニフォームがリードエフォートエールズです。コイントスの結果、ショーエーキックオフ、ショーエーブレザーズのキックオフで試合が始まります。リードエフォートエールズのレシーブで試合が開始されます。なお本日の掲示は1クォーター10分の正式掲示で行われます。本日の試合は1クォーター10分の正式掲示で行われます。両チームハドル解けまして、まもなく試合開始の時となります。試合は翔英のキックオフで始まります。キックオフキッカーは翔英ブレザーズ28番の佐藤、対しましてエールズはリターナーを1枚で配属しました。リターナーは19番のサコンが務めます。リターンに入ります。19番スピードに乗って左オープンに展開、自陣30ヤードからの攻撃を得ました。この位置からエールズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールを攻撃と守備に掲げて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでの攻撃1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を継続するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはリードエフォートエールズ自陣28ヤードの位置からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずはクォーターバックからのプレー、ハンドオフプレーから自らキープとしました。クォーターバック4番、相手タックルをかいくぐり一気に10ヤード前進し1回で攻撃権更新を果たしました。リードエフォートエールズファースター、素晴らしいランを決めたクォーターバック4番は信弘陣也選手、ランプレー11ヤードほど走り、まず最初のプレーでクォーターバックのランを選択しました。そして見事に攻撃権を更新しております。リードエフォートエールズボールオンは自陣39ヤードからファースター10、ランニー枠に託します。再びランプレー、ランニー枠にボールを持たせて中央突破を図りました。キャリアは34番、ヤギ隆選手ボールを持ちましたが、これは密集点で翔英ディフェンスを積み力、ゲインは2ヤードに留まっております。春口良生選手がタックル2ヤードのゲインで止めております。テールズランニーバック34番はヤギセカンダウン、この両輪昨シーズンも非常に活躍をしておりました。
ヘールズ自陣41ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。パス成功、ナイスタックル。パス成功。ここでワイドレシーバー19番目のパスを投じました。このパスは取りましたが、すかさず翔へディフェンス陣がタックルしまして、このパスをケイン2ヤードに留めています。パスを取りましたワイドレシーバー19番はエールズ サコン、そしてそれを仕留めました翔へ。31番は山根。ヘイルズサードダウン6、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。さあこの6ヤードの攻防どうなるでしょうか。プロテクション持っている QB はターゲットを探す、ラッシュが来る。さあかいくぐれるか、パスを通した、どうだ、パス不成功。パスインコンプリート、パスは不成功。クォーターバック4番ターゲットを探そうとしましたが、翔英素晴らしいパスカバー。プロテクションはしかしエールズ非常に厚くラッシュをかいくぐりましたが、しかしその時間耐えられず、クォーターバック結果的にパスを投げ捨てる形でこの攻撃を喪失しました。しかしすごい攻防が起こっております。パス失敗ですので元の地点にボールは落とされ、次の攻撃、つまり最後の攻撃権、フォースダウンにエールズ入ります。エールズフォーメーション変えます。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。さあしかしここでパンター走った、ナイスダウン、ファーストダウン、リードエフォートエールズファーストダウン、フォースダウンの攻撃。ここでパンター11番家原、蹴り出そうとしましたがラッシュが来ないことを見計らって急遽スクランブルとしました。パントを蹴りを、パント選手ももちろん持って走って構いません。この判断よく攻撃権更新としています。エールズ攻撃継続しましてファーストダウン10となりました。自陣49ヤード付近からファーストダウン10。さあここで攻撃を断ち切られるかと思いましたが、エールズここで素晴らしい判断で攻撃継続です。ボールオン自陣49ヤードからリードエフォート、エールズファーストダウン10。さあ今度はランニング枠に託した、リードエフォートエールズランニング枠34番ヤギタカス選手、中央ランプレー、約6ヤードのゲインを自らの体をねじ込んで獲得しました。6ヤードのゲイン、アメリカンフットボールでは前へ進むことをゲイン、後ろへ下がることをロスと言います。ただいま6ヤード前進しましたので、リードフォートエールズ相手陣45ヤードからセカンドダウン4の状況に入ります。2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は4ヤード。クォーターバックのランプレー、リードフォートエールズクォーターバック4番、ボールを託すか自ら、キープするかの選択で自ら持ち込みました。ランニングバックに中央に体をねじ込んで約3ヤードのゲインとしていますが、攻撃権更新にはまだ至っておりません。サードダウンに変わります。ファーストダウンには至っていない模様。クォーターバック4番はノブヒロ、ランニングバック34番はヤギ、サードダウン、このコンビがこのシーズンの非常に X3 を賑わせる、そんな予兆を感じるプレーの展開です。ヘールズサードの残り1ヤード、ここは翔英ナイスです。ここでランニングバックヤギに託そうとしました。ヘールズしかしこれを待っていたかのように、ランニングバック34番翔英88番がチャージしまして1ヤードロス、ヤギ選手フォースダウンに持ち込みました。翔英ブレザーズ素晴らしい対応でタックルしましたのは翔英ブレザーズ88番の春口、春口1ヤード後ろへ下げております。ヘールズ1ヤードのロス、エールズフォースダウン2となりまして、パントフォーメーションを選択します。失礼しました、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、2ヤード前進にこの1回の攻撃をかけます。これが抜ける、ナイスダウン、ギャンブル成功、ファーストダウン、ギャンブル成功、リードエフォートエールズフォースダウン。ここでエールズはショットガンフォーメーションから QB 自らが決め打ちのキーププレーとしました。本来パスを投げるクォーターバックが自ら体を使って左をプンへ展開、この判断を奏し攻撃権更新です。リードエフォートエールズファーストダウン。
敵陣17ヤード近からリードに応えるぞ。パーサン2回連続で成功しました。勢いに乗るエールズ、相手陣17ヤードに入りましたのファーストダウン10。さあ今度はランニングバック34番に託した。ハンドオフ受けた34番タックル受けながら中央突破、ゲインは約1ヤード。右中央プレー、しかしキャリア34番はヤギ、1ヤードのゲイン。タックルしたのはショーエイブレイザーズ88番の原口、見事なパシュートです。パシュートでした。カズマ選手1ヤードのゲインで止めております。リードフォーテールズセカンダウン。さあショーエイここで踏みとどめるか、エールズこれを突き抜けるか。相手陣16ヤードからエールズセカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は9ヤード。さあ今度は右方向へクォーターバック自らキープを展開しようとしました。ブロッカーを生かして突破を図りましたが、これを待っていたからに翔英27番がタックルしまして、原因をほとんどさせておりません。自らボールをキープ、右オープンへボール、素晴らしい対応でタックルしましたのは翔英27番の新谷、新谷信弘選手がタックル。エールズサードダウンとなります。後ろへ下げてリードフォートエールズサードダウン、ファーストダウン獲得まで、エールズ相手陣16ヤードからサードダウン9。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここで中央に走り込んだワイドレシーバー87番にパスを投じました。しかしこれは翔英凄まじいディフェンスの対応によりましてパス不成功に終わらせています。パスは不成功、エールズフォースダウンになります。チームタイムアウト、リードフォートエールズ。ここでエールズ前半1回目のタイムアウトを使います。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。しかしこの第1クォーター序盤の状況でエールズここでタイムアウトを取りました。このゴール前の攻防が試合の要点になると判断したようです。ただいまフィールド上はリードエフォートエールズのチームタイムアウト。アメリカンフットボールでは各チーム前半に3回、後半に3回チームタイムアウトを要求することができます。リードエフォートエールズ前半1回目のチームタイムアウト。さあこのフォースダウン9という状況でエールズは前半1回目のタイムアウトを取りました。ここを勝負どころと見たようです。このワンプレーで果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。そしてこれを翔英はしのぎ自らの攻撃権を得る形になるでしょうか。タイムアウトを解けます。エールズフォースダウン9、フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。チームタイムが届けましてリードエフォートエールズフォースダウン。キックレングス33ヤードのフィールドゴール、キッカーは21番の岩本、失礼しました小山。さあこのキックはしかし失敗、フィールドゴールは失敗。リードエフォートエールズフォースダウンの攻撃、先制点を狙いました。しかしこのフィールドゴールは失敗となりました。無得点で攻守交代となります。攻守交代、攻撃権はショーエーブレイザーズに移ります。これで一気に得点、先制点を挙げようとしたエールズですが、しかしこの攻撃実りませんでした。ショーエーなんとかこの勢いを封じ込み攻撃権を得ます。ショーエーブレイザーズ自陣20ヤードからファースト安定の攻撃、20ヤードからの攻撃になります。翔英ファーストアンテン、さあまず中央へのランプレーを展開します。まず確実に状況を作らんと地上戦でリズムを作ろうという判断です。このランプレーによりまして約翔英5ヤード獲得しました。中央ランプレー5ヤードのゲイン、
翔英セカンドダウンファイン、ボールオン自陣25ヤード。さあ再び地上戦に持ち込む中央へのランプレー、ランハンドオフからトップを分かります。キャリア28番、ヒットを受けながら約3ヤードのゲインとしました。キャリア28番は佐藤。タックルしたのはリードエフォートウェールズディフェンスライン59番羽田正也選手。翔英サードダウン2、ボールオン自陣28ヤード、3ヤードほどのゲインで止めております。翔英ブレザーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。エイズナイスクレース。再び2択のランプレーにより攻撃権更新を図りました翔英。しかしこれをエイズ9番がチャージしまして、このランプレー阻止しています。フォースダウンとなります。1ヤード後ろへ下げております。翔英ブレザーズフォースダウン、エイズ9番は梅本、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。翔英フォースダウン3、パンプフォーメーションを選択します。スナップミス。セーフティー。セーフティー。ここでスナップミスが発生し、ボールは大きく後方にそれました。蹴ろうとしましたが、そのボール勢い余ってエンドゾーンの外へ越えてしまった状況です。これは結果的に言うと、エンドゾーンの中でボールを持った選手が倒れたと同じ状況になり、自殺戦となります。リードエフォートエールズ。翔英、自殺戦セーフティーを献上する形となり、エールズに2点が入ります。リードエフォートエールズ2点、翔英ブレザーズ0点。思わぬ形で先制点がエールズに入り、試合が動く形になりました。そしてこの得点は自殺点という形ですので、本来ならば得点を上げた側のキックオフでアメリカンフットボール試合再開になりますが、記録上は翔英がマイナス2点を獲得したという扱いになりますので、翔英のキックオフで試合再開となります。また自殺点のセーフティーの場合はキックオフ地点は自陣の20ヤードからとなります。かなり後ろに下がった位置からのキックオフとなりました翔英。さあこのキックオフをうまくしのげるでしょうか。逆にエールズはこのチャンス勢いに乗じて一気に攻め上がることができるでしょうか。翔英のキックオフ、エールズリターンに入った。これはナイスリターン。一気に相手陣に入ったところから翔英ブレザーズのキックオフで再開になりました。素晴らしいリターンをしましたのはエールズ19番の佐藤。シャコン・ユー選手25ヤードほどリターン。攻撃権はホワイトのユニフォームリードエフォートエールズ、敵陣47ヤード付近からバースダウン10。リードエフォートエールズ相手陣47ヤードからの攻撃に入ります。エールズファーストダウン10。さあ好調なランプレーを展開します。ダニバク34番、ハンドフォーを受けて右にカットバック、カウンターを切れる形で中央突破しまして、約5ヤードのゲイン。エールズ相手陣42ヤードからセカンドダウンファイ。ここでホイッスル。第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了。第1クォーター終わりまして、翔英ブレザーズ0点、リードエフォートエールズ2点で攻守方向を入れ替え、第2クォーターに移ります。
ショエブレザーズ。